非接触 IC、カードウォルマートで使われている EPC フィドタグフィドとは、ID 情報を埋め込んだ RF タグから、電磁からや電波などを用いた近距離の無線通信によって、情報をやり取りするもの、及び、技術全般を指す。従来の RF タグは、複数の電子素子が乗った回路基板で構成されていたが、近年、小さなワンチップの IC で実現できるようになってきた。 これは IC タグと呼ばれ、そのサイズからゴマ粒チップと呼ばれることもある。一般的にフィドとは IC タグ、その中でも特にパッシブタイプの IC タグのみを指して用いられることが多い。非接触 IC カードもフィドと同様の技術を用いており、抗義のフィドの一種に含まれる。非接触 IC カードは乗車カードや電子マネー、社員証や セキュリティロックなどの認証用などいろいろな用途がある。日本ではフェリカ企画が支配的である。競技ではタグとリーダーとの間の無線通信技術であるが、技術分野としてはそれにとどまらず、タグを様々なものや人に取り付け、それらの位置や動きをリアルタイムで把握するという運用システム全般まで含めて語られる。実世界のオブジェクトを デジタルの仮想世界と結びつけて認識や操作ができるようになるという点が社会的に様々な波及効果を与えると考えられている。パッシブタグとアクティブタグ、双方を組み合わせたセミアクティブタグの3種類がある。また、電波の伝達方式で次の2つに分類することもある。アンテナで伝達するという点で両者に基本的な違いはないが、 この違いは電波の波長とアンテナ間の距離で決まる。波長に対して距離が長ければ空中を伝搬する電波として伝達され、短ければ空間放射されるよりも前に電解、磁界の変化が他方のアンテナに伝わる。パッシブタグはタグ内部に整流回路が内蔵されており、リーダーからの電波を整流して直流に直し、それを電源として IC が動作する。 通常、リーダーからの電波は、プリアンブルに続きコマンドビット列で変調されたもので、ある。この後にさらに無変調のキャリアが続く。プリアンブルの部分で IC の初期動作に必要なだけのエネルギーが蓄えられる。そして、コマンドビット列を復調して解釈し、無変調キャリアの部分で反射波に返答を乗せて、情報を返す。 コマンドシーケンスの概略リーダー及びタグがデータを送信する際の変調方式には、振幅変調、周波数変調、位相変調、あるいはその組み合わせ変調方式が用いられる。パッシブタイプは必ずリーダーからの送信が初めにあって、タグはそれに応えて情報を返す。つまり、タグから自発的に情報を出すことはない。これに対して、アクティブタグでは、 情報を自発的に発することが可能である。定期的に情報を発信するタイプ。センサーを内蔵して、その変化があった時に発信するタイプ。リーダーからのコマンドに応答して返答するタイプがある。フィドの技術を使うと、今まで考えられなかったようなことが可能になる。以下は、その一部である。RF タグは、バーコードと対比して語られることが多い。 一見何が違うのか分かりにくいが、以下の点に要約される。蒸気のような用途が本格化するのは、リーダーのインフラストラクチャーが十分に整った後の話であり、そこまで普及するためには、数々の問題を克服しなければならない。ありがとうございます。